土曜の夕方、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週から始まりました秋元康のあれからこうした、パーソナリティの秋元康です。アシスタントの高橋みなみです。まずは記念すべき1曲目、 AKB48 でジャーバージャー。秋元さん、高橋さん、悪い冗談はやめてください。この時期にそんなことしたらみんなドキッとするじゃないですか。これまた失礼いたしました。改めまして、今日の1曲目はこの曲。If you ever plan to motor westTravel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. 三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブユアアンビション三菱自動車がお送りします。うわー、かわいい猫ですね。高橋みなみさんって大の猫好きなんですよね。ホットサンドいかがですか。あんた、テレビでよく見る最強料理芸人のクック井上だよね。ねえねえ、ガッツ石松さん、一緒に写真撮らせてよ。オッケー、牧場。秋元康さん、今度うちの市役所で講演していただけませんか。いいですよ、光栄です。ヒロシです。パーティーに来たのに誰も話しかけてくれません。博士、山猫冒険団の決起集会のはずが、招いたお客さんがちょっと多すぎたんじゃないですか。あー、いいんだいいんだ、カオルくん。 UFO 騒ぎ以来、ほら俺、町の人に怪しまれちゃってるだろう。有名人と付き合いが深いことが分かれば安心してもらえると思って、ご近所さんを全員招待したんだよ。人間、飲み食いがタダだとこんなに大勢集まるのね。みんな胸に山猫冒険団のバッジをつけてるのは何でですか。入場券代わりに配ったんだ。ああ、マリアさん、そのミニドレスとってもお似合いですよ。新一、ありがとう、嬉しいわ。あの3人も招待したんですね。あの3人？今日はこの屋敷の秘密を暴く最大のチャンスです。パーティーの雰囲気に飲まれないで、3人で怪しいところがないか調べましょう。ちょっとあんた、食べてる場合じゃないよ。でもめちゃめちゃうまいっすよ、このホットサンド。ああ、市役所すぐやる担当課の女の人と、隣のおばちゃんと、スポーツ用品店の息子さんか。博士が誰か一人仲間に入れようとしている3人ですね。このパーティーで様子を観察して、誰を選ぶか決めようと思ってね。誰を選んでも最悪よ。みんなが美味しい美味しいって食べてるのは何ですか。うん、料理芸人のクック井上くんにホットサンドを作ってもらっているんだ。え、私作り方聞いてきます。クック井上さん、お久しぶりです。あ、カオルさん、このバッジの豚の絵、カオルさんが描いたんですって。豚じゃなくて山猫です。それは置いといて、クックさんのホットサンド評判いいみたいですけど、どうやって作ってるんですか。カオルさん、はい、ホットサンドは何入れても OK、 ホットサンドイズフリーダム中身何でも OK なのよ。え、そうなんですか。今日も昨日のおかずの残りを中身にしちゃってます。何が入ってるんですか。これは豚キムチ。豚キムチ。豚キムチ、その横がきんぴら。きんぴらの横がチンジャオロース。あのね、ま、パンに挟むから洋風のもんじゃないと合わないと思いきや、和風のものも中華のものも全部合います。あの、普通サンドイッチだとパンが柔らかいふわふわの状態だから、まあ、あのどっちかというと洋風のものが合うんですが、これがあの、まあ、あのきんぴらとかでもホットサンド焼くとカリッとするじゃん。そうするとね、なんかね、和風のものもね、合っちゃう。これで和風のもんとか中華のもんとかで中身
これ本当に合うのかなって不安な時はスライスチーズ1枚とろけるチーズ1枚入れるともうパンとその中身がこのとろけるチーズで合体するんですよ。ちょっとこれ一口食べてもらってもいいですか？あ、いいですか。はい、じゃこの豚キムチから、豚キムチととろけるチーズが挟まってます。はい、いただきます。うん、うん、美味しいですね。でしょ。お好みでちょっとマヨネーズ入れとくとベラボーうまいから。ちょっと初めてそうでしょ。だからなんかパーティーする時とかも、まあ、参加者に昨日の残りのおかず一品持ってきてって、え、なになにってなる。大丈夫大丈夫、なんかそれ使ってちょっとリメイクするからみたいな話をすると、例えばひじき持ってきても、ひじき、例えば肉じゃが持ってきても、例えばホイコーロー持ってきても全然 OK。 ちょっと水分は切っておいて、挟みやすいような形にしておいて、挟んであととろけるチーズでギュッと挟んでホットサンド。肉じゃがもチーズ混ぜちゃうんですか？うん、チーズ混ぜちゃう。でじゃがいもをちょっと潰して、でお肉の部分一緒に入れて、玉ねぎも一緒に入れておいて、あととろけるチーズ、めちゃくちゃ合います。なぜかサンドイッチじゃ合わない気がするのにホットサンドだと合うから、まあアウトドアに昨日の残り持ってってもいいし、例えば昨日のおかずが残っちゃったっていう日に、普通の日でも朝、まあ、コンロでねホットサンドで焼けば昨日のおかずが朝ちゃんと栄養取れるホットサンドに早変わりっていう。時間とかなんかコツとかありますか？あのねホットサンドは強火でやっちゃうと周りばっかり焦げちゃって、なんか中に火が通らないみたいなことがあるので、弱火で焼いておいて、たまに開けて、あ、いい焦げ目ついたかなみたいなの見るといいかもしれない。お家だったら中身ちょっと温まりにくいなっていうもんだったら、ちょっと電子レンジでチンして中身に入れてからホットサンド。おかずとかは先に？そうそうそう、あ、別にねそんなにね、まあ、神経質にならなくても、まあ、中身はもうすでに火通ってるもんだから大丈夫っていうことで。ちなみに使うパンは何でもいいんですか？使うパンはねお安いのでいいんじゃないですかね。まあ、あんまり分厚いのだとサンドした時にクリスピーな感じがしないんで、8枚切りとかサンドイッチ用の10枚切りみたいなやつはカリッとして美味しいかもしれない。うん、いやだからもう昨日の残りと、あととろけるチーズとパンさえあればちょっとおしゃれだし、味わいが昨日の夜とは違ったホットサンドができるっていう。そう聞くとなんかもう無限に作れちゃいそうですね。無限に作れますよ本当に。昨日ちょっと残り焼きそば残った、ナポリタン残ったって、結構炭水化物炭水化物になるけどめっちゃ美味しいよ。あとはポテトサラダとかもいい。ポテトサラダそのまま挟んでもいいし、ちょっとカレー粉を振ってホットサンドするとサモサみたいな、インドの餃子みたいな、皮で包まれて中にジャガイモ、そのカレー風味のジャガイモが入ってるみたいな、そのインドのパンで作るサモサっぽい食べ物とかね。もちろん別にホットサンドだけれども、ピーマンと玉ねぎをピューって切っといて、あとベーコン挟んでとろけるチーズ挟んでおけばホットサンドピザみたいなことも OK ということで。全然本当に半信半疑だと思うけど、和風のもん中華のもん何でも挟んでホットサンドにしちゃってっていう感じですね。洋風なのありますか？洋風なの、別に例えばリンゴとバターとお砂糖やっておけば、例えばアップルパイっぽいってできるもんね。さすがですね。うん、例えばリンゴをちょっと薄めにスライスしておいて、お砂糖とちょっとだけお水入れて電子レンジでチンしとく。でお水が、まあ、シナモンがあればシナモンが一番いいんだけど、シナモンないなという時はお水の代わりにちょっとコーラ、そうするとちょっとスパイシーな感じで、シナモン代わりに風味付けですごい美味しくて、でそれちょっと柔らかくなったリンゴとバターちょっと塗っておいてホットサンドすると、アップルパイっぽいリンゴホットサンド、アップルホットサンドできちゃいます。へー、あ、作ってみたくなりましたE diz que nem chorou, vai ver, chorou mais do que eu. Diz que nem quer voltar, vai ver se voltar, ficará pra sempre. Foi por aí dizendo que está melhor assim.Longe de quem tanto gostou Vai ver, gastou mais remorsos que eu gastei vai ver se amargou de saudade Mas dizendo a todo mundo que não foi nada não E
que a vida é assim mesmo. Mas apertando no peito essa vontade de começar tudo outra vez. E diz que nem chorou, e diz que nem chorou.修造さん、何キョロキョロしてるんですか？この屋敷に住んでる博士、交友関係広いんすね。秋元康に、高橋みなみに、ガッツ石松に、お笑い芸人のヒロシに、女優の七尾、客は有名人だらけですよ。あれ七尾じゃなくてマリアっていうここの子よ。この前来た時もいたじゃない。ああそうか、あの偽七尾、怪しいと思いませんか？顔は無表情だし、喋り方はシリみたいだし。言われてみれば確かに。大体博士って言うけど、何の博士かわからないじゃないですか。もしかしたら危ない研究をしているのかもしれませんよ。あのマリアだって博士が作ったロボットかも。あんな美人がロボット？俺確かめてきます。マリアさん。あん、スポーツ用品店の息子。マリアさんの喋り方、機械みたいっすよね。文句ある？かかってらっしゃい。文句じゃなくて、どうしてそういう口調なのかなって思って。興味のない相手には愛想を振りまかないだけよ。好きな男と二人の時は普通の女の子になるわ。好きな男がいるんすか？いるわよ。ほら、あの男。あの男って？あの、今僕のことを指さしませんでした？この男？そう、私のダーリン、新一よ。マリアさん、やめてくださいよ。何を恥ずかしがっているの？私はいつだって新一にメロメロなのに。新一は私のこと好きじゃないの？ああ、そりゃもちろん好きですけど。だったらキスして。え？今すぐここでキスしてお願い。あ、もう十分っす。ごちそうさまでした。修造さん、どうでした？あれは恋する普通の女の子ですよ。いや、果てられちゃったな。新一、いつまで唇をひょっとこみたいに尖らせているの？今すぐキスしてって言うから。もういいわ。スポーツ用品店の息子に私がロボットだってバレそうになったから、人間っぽいところを見せただけよ。僕を出しに使わなくても。だって私、新一がいないと恋する女の喋り方ができないんだもん。それってもしかしてやっぱり僕に恋してるってこと？そうよ、メロメロよ、バカ。ああ、あの二人、人目もはばからずキスなんかしちゃって。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。舗装された道、砂利道、雪道、ぬかるんだ道、ドライバーが意のままに路面の状況を感じ取れたら、その車の走りはもっと自由なものになるだろう。それを目指したのが三菱独自の四輪制御技術、スーパーオールホイールコントロール。さあ、初めての道を行け。三菱エクリプスクロスで検索。車の買い替えで迷っている皆さん、三菱 EK プラスエディションなら、リアスピーカーがついた、ステアリングオーディオリモコンもついた。お値段は変わってない。ハイスペックナビもプレゼント。もう迷わない、もう迷わない EK。 詳しくは三菱のお店で。 1500W の電気を生む SUV、 それはまるで大自然をかける発電機。アウトランダー PHEV が電気の力でアウトドアをもっと面白くする。あなたならどう使う？プレイニュー、好奇心の電源を入れよう。三菱アウトランダー PHEV。 あの満開の桜も相当怪しいですね。ああ、確かに、この町の桜は先週でみんな散っちゃったもんな。遅咲きの八重桜でしょう。いや、あれはソメイヨシノです。私前は講演家にいたから詳しいんです。ちょっと調べてきます。確かにソメイヨシノだわ。あれ、私喋り方がゆっくりになってません？確かに。どうしてなんだろう、
元に戻った。変ね。桜の木に近づくと喋りがゆっくりになって離れると元に戻る。あんたわざとやってるでしょ。自分で試してみてくださいよ。木に近づいただけで喋りがゆっくりになるなんてそんなわけが。あった。またまたそんなコントみたいな。あれ俺もだ。一体なんなのこれ。博士、あの桜何かあるんですか。お客さんに桜が満開のところを見せたくてね。あの木の周りだけ時間ゆっくり光線で時の流れを遅くしているのだ。早く解除しないと怪しまれますよ。解除するのは簡単なんだけどね。そうすると時間が一瞬で進んじゃってさ。ぐだぐだ言ってないで今すぐ切りましょう。装置はこれですね。スイッチはこれか。あー、カオル君今切るのはどうだろうね。あ、何かが落ちてきた。埋まっちゃう。周りが見えない。すごい、桜の花びらが一瞬で全部落ちた。あんなの初めて見た。あれ、あっちでは新一さんがガッツイ始末さんと何か盛り上がってる。何話してるんだろう。ボクシングを、その引退された後に、本格的に役者業を始められるわけですよね。僕ちゃんとはちょっと見た覚えがないんですけれども、海外のハリウッドの映画にも結構出られてますよね。あ、日本出たね。日本、スピちゃんのね、スピルバーグのね。ちょっと待って、スピルバーグ、スピちゃんって仲いいんですよ。仲いいんだよ。スピちゃんのね、エンパイア・オブ・ザ・サンか。エンパイア・オブ・ザ・サン、太陽の帝国っていうのかな、日本語で、英語でエンパイア・オブ・ザ・サンってね。あとリドリー・スコット、スコップっつうんだけどね。スコップちゃんのね、スコップちゃんっていうんですか。ブラックレーンか。マイケル・ダグラス、アンティック・カルシアとね、松田優作さんと。そう、松田優作さんとね。っていうかスピルバーグも、リドリー・スコットも今エイリアンとかを撮られた監督さんですよね。そうそうそう、すごい監督に出られてるんですね。そう、だからみんなねオーディションだからね、あれね。日本のドラマとか映画は看板でね、プロデューサーとかディレクター監督が指名してくれるけど、アメリカはどこの誰か分かんないから、オーディションで監督が自分でイメージしてる役に合うか合わないかこうやって会いたりするんだね。ガッツさんもオーディションを日本でも受けられたわけだよ。役っていうのはやっぱりアクションをやる役だったんですか。いや、こうやって喋ったりして、やっぱりね、人間っていうのは腐った心は目で分かるっつうけどさ、目とか動作とかあれでちゃんと分かるんだよね、一発の人っていうのはね。自分が望んでる役者さんをキャスティングっていうのかな。その点私は運が良かったね。それこそ、その海外の映画に、そのスピルバーグだったり、リドリー・スコット映画に出られるっていうのは、やっぱりまた日本でドラマや映画に出られるのと、その撮影現場の雰囲気だったりとかって全然違うものですか。違うね。やっぱり視界室がないから、日本というのは視界室なんだよね、部屋がね。僕は視界室はバスなんだね。で、全部が全部もらえないから、私はバス1台を、そんな大きなバスじゃないけどね、ガッツさん専用のバスというか、そこが視界室だった。あ、じゃあ役者さん一人一人にそういう全部がじゃないよ。だから誰とは言わないけど、その人たちは私のバスによく遊びに来てたよ。自分たちはないから。でそのぐらいね、自分が選んだ役者さんだから、プロデューサーが、監督がものすごくリスペクト、だからものすごく大事にするね。ギャラもいいしね。で食べ物もね、ホテルでみんなつけといてくださいと。でもそれだけ本当にちゃんと大事に選んだ人だから、日本は選んでったんだからってね、ものすごくね、横柄だよな、監督もプロデューサーも。日本は日本の引き立てもあるしね、外国は外国だから、それなりにやっぱり簡単の差じゃないけど、それに準じていかないとダメだな。それがね、世の中を生きていくね、一つの手こうじゃなくなんだ、コツだよ。でもそれだけやっぱりちゃんと違いがあるっていうことなんですね。分かって接していかないと。分かんないと単なるバカだから、バカにされるから、バカにされないように知ったかぶりして接する。それが一つのある面ではガッツ流生き方でもあるね。
それこそでも例えば監督様スピルバーグさんとかとこうお話しされたりとか、リドリー・スコット監督とかも撮影の時にいろいろ話したりとかっていうこともあるわけですもんね。そうだからリドリー・スコットにはね、私がこうでこうやってこうやってやるからこうしようって言ってね、案を出したよ。したらそれでいこうっつってすごい演技プランを、そう提案して、そうあるシーンがあるんだけど、こうやってあのリドリー・スコットはね、それが私の案が取り入れられたところだね。でもう一つはね、商店の座布団運びの山田隆夫くんがいるでしょ、彼も出たんですよね、スペちゃんの映画に。あ、そうなんですね。で私がね、第二次世界大戦当時のね、軍曹だから、兵隊の偉い人なんだね。そんで山田隆夫は私の部下なんだよね。でイギリス人の捕虜をね扱うことでちょっともた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 してんのよ、ドラマの中でね。はいはい、演技として、で私は上官だから、貴様そのぐらいのこと分かんないのかっつってね、日本人だったら部下を怒ると叱ると、で頭こすんぐらい殴ると、これは日本人の軍隊だってスペシャルに言ったんだよ。したらあそう、それはそれで私の言う通りやれっつってね。そこはそれはカット、カットだった。一応撮ることは撮ったのよ。あ、やったんですね。でも違ったんですかね、監督のそのスピルバーグさんの考えとして。そう、だからそこら辺は使い方うまいよな。頭からこうやってほら挙手しないでやるだけはやってみよう、やっとけと。あれカメラ回してなかったんじゃないかと。いい加減にしろって思うスピちゃんと、それが俺スピちゃんって言ったんだ、言うようになったんだ。でも面白い、カメラ回ってなかったら面白いですね。メイビー多分回ってないと思うよ。チャップチャップボードゲイボードゲイ You gonna cry cause I got away got away ボンディボンチャップチャップボードゲイボードゲイ You gonna cry cause I got away Don't be a fool baby don't play it cool Don't you know there are so many fish in the sea Bass, pretty trout, some with class, some without. What a new likes to feel is no different from me. Saturday I found you so loving, so warm. Sunday you were cold as can be. Thought I had you yesterday, darn it, you swam away. Play your game like you feel. Then one day, baby, we'll just wait and see. See how smart you'll be when you look. At your hook and the fish isn't me. Chop, chop, bodung game, you gonna cry cause I got away. あんた、髪の毛に桜の花びらがいっぱいついてるよ。おばちゃんも頭が花だらけ。なんだか乙女になったみたいな気分だね。こういうのなんかいいですよね。こういうのって、俺最近エクリプスクロスっていう車を買ってよくキャンプに行ってるんですけど、キャンプ用品を使って庭でパーティーなんて初めてですよ。私も。せっかくだからちょっと調査を休んでパーティーを楽しみませんか。いいね、一旦休憩。ダメですよ、他にも怪しいところがないか調べないと。ほらほら、あそこにいい男がいるよ。パーティー慣れしててかっこいい。ああ、レオン .jp 編集長の前田陽一郎さんですか。あんたみたいな若い女がなんでそんなサイト知ってるの。あんたもしかしてちょい悪親父好き。ああ、いや、それはその、俺こういうパーティーに出たことないから前田さんにコツを教わってきます。いや、自分なんかだとパーティーっていうと大抵は学生時代の部活の先輩後輩の結婚式の二次会とかそういうレベルだったりするんですが、そういう時にちょっと恥ずかしながら自分汗っかきでして、ジャケットを無理やり着てったらですね、汗だくになってこう逆にみっともなくなってしまったという経験があるんですが、なんかちょっとおすすめの服とかファッションとかってなんかあったりするんでしょうか。今のお話だと2つポイントがあって、まずどんな服装で行けばいいかっていうのがありますよね、それからもう一つは汗っかきな自分がどうして行けばいいか、まず服装から言うと、パーティーっていうと華やかな場所だから華やかにしなくっちゃって男は思うじゃないですか。これ女性は華やかでいいんです。なるほど。男は女性を華やかに見せる道具でしかないと思った方がいい。女性を華やかに見せるための道具、ちょっとメモっていいですか。、
でですね、これ覚えておいた方がいいのは、はい、パーティーは目立つのではなくて馴染むことが大事。目立つではなく馴染む、なるほど。そのパーティーの場の雰囲気に自分はもう溶け込んでしまうっていうことが最も大切で、いかに溶け込むかっていうふうなことを基準で考えていくと緊張しなくても済むんじゃないかな。ああ、そういうことですね。その場が自分で想像ができる、うん、なるほど。なので服装はまず基本的にはダークスーツ、ダークスーツ、ネイビーのスーツかグレーのスーツを着ていけば十分です。それからネクタイもグレーのスーツであればグレーのタイ、グレーにグレーを合わせると、グレーにグレー、なるほど。それからネイビースーツであればネイビーのタイで、シャツは白、清潔感のある感じ、もう十分、それだけで十分です。はい、じゃあすごくシンプルでいいってことなんですね。はい、でこれをクリアして、さらに唯一1点だけ、ここからが今度は汗っかきの自分はどうすればいいですかっていう答えともつながるんですけれども、チーフを指すことですね。チーフ、はい、チーフっていうのはリーダー的存在とかそういうことじゃなくて基本的には左胸に必ずジャケットにはポケットがあるじゃないですか。はい、ありますね。でこのポケットにチーフを刺していくこと、ハンカチーフ的なチーフなんですね。ハンカチーフですね。ああ、なるほど。で我々日本人はというよりは、いつの間にやら日本人は、スーツにチーフを刺さなくなってる。確かにあんまりやってないですね。はい、でこのチーフをですね、ただ単純に刺していれば、これドレスコード上はチーフを刺さないとカジュアルになってしまうんですね。だから本来はチーフは刺すべきものなんです。チーフを刺していれば、例えば額に汗をかいてもそのチーフをさっと取り出しておでこに当てて汗を拭えば、これはエレガントな所作になる。なるほど。でしかもいくつかのチーフの刺し方があるんですけれども、パフドと呼ばれる、パフド、はい、ふっくらと柔らかく見せるような刺し方をすると、スーツを華やかにする効果がある。スーツの胸元のポケットからちょっとこうふんわりと出てるようなイメージっていう感じ、はいはい、そうです、そうです。あ、そういうことなんですね。はい、もしくはスリーピークス、もしくはクラッシュドっていう、いろいろな刺し方があるんですけれども、いろいろあるんですね。はい、それらをマスターしておくと胸元で華やかさを演出することができる。じゃあもうスーツはもうシンプルなこう色のものにして、はい、こうチーフの部分のまあ色であったり、はい、刺し方であったり、はい、っていうところで工夫をすることによってドレッシーになるというか、はい、そうですね。はい、シックにまとめようと思ったら、もう当然真っ白のチーフを刺すのがドレスコード上は間違いがないですし、すごい爽やかな感じですね。はい、例えば結婚式や何かの記念パーティーみたいなものだと、それを記念した黄色を刺してきてください。それをチーフのカラーでスッと入れておいてあげると、ものすごく小さいパーツでその色を拾うことができるので、いろんなことに対応できる。はあ、いや勉強になります。あ、でそれでこうふわっと汗をかいたら、そうですね、ぐーっと、はい、なんだったら、はい、もう白いチーフに見えてるんだけれども、スッと取ったら下の方は真っ赤の染めが入ったチーフなんかだとすると、汗を拭いてる所作自体がこのパーティーの趣旨に全て僕は乗っ取った、私は乗っ取った上で遊びをこういうところに仕込んでますよっていう余裕すら見える。なるほど。師匠と呼ばせていただいてよろしいですか。いやすごいですね、それは本当に。はい、あ、勉強になるな今日。Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Diz que coisa mais linda, upa, neguinho começou a andar. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Diz que coisa mais linda, upa, neguinho começou a andar. Já começa a apanhar. Cresce, neguinho, e me abraça. Cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça. Matuto, te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Se quiser, eu posso curar. Valente, eu posso emprestar. Mas de verdade, só posso esperar. Patapá, tui, 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 patapá. Patapá, tui, 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 patapá. Patapá, tui, 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 patapá. 三菱自動車ピートの不思議なガレージ。なんだっけこの車、 EK プラプラ EK プラ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 、いや EK プラスエディションね。
ちょっと一回プラプラするのやめて。なんだっけ、後部座席のつけると音楽の臨場感がぐっと増すリアスピー、リアスピーカーな。あと一文字なんだからわかるだろう。普通あとあれ、ハンドルにボタンがついててオーディオを操作できるリモコン、捨ててこうじゃなくて、ステアリングオーディオリモコンスイッチな。分かってて言ってるだろう。それとあの道を音声でガイドしてくれる、ああもうはいはい、ハイスペックナビ。そこはすんなり言うんかい。三菱 EK プラスエディションはリアスピーカーとステアリングオーディオリモコンがついてお値段そのまま、さらにハイスペックナビまでプレゼント、安全装備もついてる。まさに迷わない K って感じだね。もう迷わない K ですから。いやいや入ってくるなよ。であんた誰？三菱 EK プラスエディション、詳しくは三菱のお店で。今話題のプラグインハイブリッド EV 三菱アウトランダー PHEV をあなたも試してみませんか。レッツ PHEV 一泊二日無料モニターキャンペーン実施中。海へ山へ家族や仲間と、さああなたなら何して楽しむ？詳しくは三菱のお店へ。このバッジも怪しいですよね。え？どこが？だって豚の絵の横に山猫って書いてあるじゃないですか。ああ、本当だ。変でしょ？絵の下手な人が書いただけじゃないですか。あれ、おばちゃんは？あそこでなんだか女の人に話しかけてますよ。私こうやってアウトドアでホットサンドとか食べるの初めてなんですよ。いいもんですね。いいでしょ。あ、私コールマンの大内由香と申します。コールマンってあのキャンプ用品の会社の？はい。あ、じゃあこのホットサンドもコールマンの道具で作ったものなのかしら。そうなんですよ。これコールマンのホットサンドイッチクッカーっていう製品なんですけれども。あら、これすごく美味しいんですけど、やっぱりこれコールマンの道具じゃなきゃここまで美味しくないってこと？そうですね。これノンスティック加工っていう加工が施されているので、焦げ付きにくくいい焦げ付き具合を出すことができます。はあ、いいわね。これずいぶんサンドイッチにしては分厚くて、その耳もカリカリして美味しいけれども、耳落とさなくていいんですか？そうなんですよ。コールマンのホットサンドイッチクッカーはパンの耳を一緒に挟むことができます。他の製品だとパンの耳を切り落としてから入れていただくものもあるんですが、この商品についてはパンの耳そのまま入れていただいて、パンの耳のサクサク感を一緒に味わっていただくことができます。これやっぱりあれ8枚切りとか10枚切りとかじゃなきゃいけないのかしら？実はこれ6枚切りにも対応しているんですよ。いいですね。6枚切りそのままお家にあるやつでできる。そうなんです。でもこれあれでしょ、コールマンさんだからこれ外で使う道具っていうことですよね。もちろん、アルミニウムでできているのでとても軽くて持ち運びが便利です。アルミニウムなの？そうなんです。あ、本当だ、随分軽いですね。そうなんですよ。軽い上に絵の部分、木の絵の部分が外せて、収納袋もついているのでとてもコンパクトに運ぶことができます。アウトドアの用品ってやっぱりお家のものに比べてとても軽くて使い勝手がいいっていうところが特徴なんですよね。じゃあこれ家の中でも逆に使えますね。そうなんですよ。なんで私なんて家にいつもホットサンドイッチクッカーを置いてたまに作ったりしています。でも王子さん、このホットサンドクッカー外で使ってないでしょ？いや相当使ってますよ。キャンプの朝とかって何を作ったらいいんだろうって思われる方結構多いと思うんですけど、このホットサンドイッチクッカーを使うと本当に手軽に朝食が作れるんですよね。そしたら中身はどういうものを入れたらおすすめですか？まあ、やっぱり王道はハムとチーズっていうところだと思うんですが、例えば前日にカレーを作って、まあ、それが残っています。でそのカレーを朝ホットサンドイッチのパンの中に挟んで一緒に焼いてもらうだけで、まあ、チーズを加えてみてもいいですね。そのホットサンドイッチはまた新しい料理になるんじゃないかなと思います。ずいぶん美味しそうじゃない他になんかそのホットサンドクッカーのおすすめ具材みたいなのってあるんですか？実はスイーツなんかも作れちゃうんですよね。スイーツ、バナナとチョコレートを入れていただいて挟んで焼いていただくと、外はカリカリ、中はこうジューシーなバナナが。いいですね。そうやってスイーツにもできるなんて意外といろいろ使えますね。そうなんですよね。あとホットサンドクッカー以外のそのアウトドア料理のおすすめグッズみたいなものはあるんですか？今年発売になったんですが、おつまみクッカーっていう、ちょっとホットサンドイッチクッカーには形は似ているんですが、見た目はたこ焼き器本当だものがあります。
これたこ焼き器9個ぐらい穴開いてますね。はい、ちょっとしたおつまみを手軽に作れちゃうっていう製品なんです。例えばアヒージョなんていいんじゃないですかね。いいですね。オリーブオイル入れて、タコを入れて、トマト入れて、いいですね。いいですね。おしゃれですね。これ一つあったら盛り上がりますね。そうなんですよ。これ本当に手軽にできちゃうので、パーティーなんかにもとてもぴったりだと思います。今日みたいなパーティーねえ。これ大内さんだったらこの中何入れるんですか。そうですね、下になんか卵とかを引いて、その上にちょっとしたカラフルな野菜とかを乗っけてみるとかってどうでしょう。ブロッコリーとかとかミニトマトとか。かわいいですね。いいですね。前菜にもぴったりですよね。いいですね。いいですね。A noite é uma canção pedindo pra sonhar. Estrelas são promessas de quem vai chegar. E vem o amor. Vê, as flores vão se abrindo sem saber porquê. E a noite vai chegando sem saber dizer. É sempre amor. Quando vem o amor.あなたも山豚冒険団の団員ですか。山豚、胸に僕のと同じ山豚のバッジをつけてるじゃないですか。ああ、これ山猫らしいですよ。どう見ても豚だな。あなたお笑い芸人のひろしさんですよね。私昔からファンなんです。どうせお世辞ですよね。ブログによくキャンプの写真を上げられていますよね。え、ブログ見てくれてるんですか。まず一人キャンプを始められたきっかけっていうのは何だったんですか。 ある時 YouTube の動画を見てて、ソロキャンプっていうね、それこそ一人で行くキャンプをやってる方の動画を見たことがあって、それで衝撃を受けたんですね。あ、一人でキャンプ行けるんだと。っていうのも、それまで僕はずっと複数で行くキャンプで楽しいんだけども嫌だなっていう部分があって、それは何かって言ったら、例えば4人で行ったら、一番キャンプが好きな人が一人で準備をして、全員分をね、ご飯もテントも寝袋もで送り迎えしてっていう、それを僕がやってたんですよね。それがすごく面倒くさいな、なんで俺が全部一人で用意しなきゃいけないんだろうというね、それずっと常々疑問を持ってた時にその動画を見たもんで、なるほど、一人で行けば自分のいいようにできるし、おごらなくていいんだっていう、それからですかね、ソロキャンプというのにハマっていったのは。じゃあ初めはもう YouTube の動画を見て、 はい、それがきっかけで始まったんですね。はい、それがだいたい4年前ぐらいかな。4年前、はい。どういう感じで一人キャンプっていうのを行うんですか。うん、何か目的があったりとか、テーマを決めたりとかは。いや、そんな大層なもんじゃないですよ。今度一緒行きます。一緒行けば分かりますよ。分かりますか。はい、そこまで知りたくないでしょ、どうせ。でも、はい、その僕もその YouTube の配信をするようになって、なんとなくですけども、テーマ的なものを考えるようになりましたね。例えば最近で言ったら、雪の中でハンモックで泊まるという、なかなかちょっと突拍子もないキャンプでしょ。そうですね、ハンモックで雪山の中っていうのが想像がつかないですね。うん、ただそう、雪の中でハンモックで寝るっていうことを一つの軸にして行ってみたりとか、あと最近お正月で言ったら無人島に行くとかね。無人島、はい、もう完全に人がいない、はい、そこでキャンプをするとか、割とそういうテーマを決めていくことがちょっと増えてきましたね。それはもう動画のために。そうですね。最初はね、その動画じゃなくてもやっぱキャンプを楽しむことに主軸を置いてたんですけども、ちょっとね、その僕ひろしチャンネルっていうんですけども、その動画のサイトがちょっとなんか人気が出てきて、チャンネル登録者数っていうんですか、あれが9万人超えちゃったんですよ。すごいですね、9万人。はい、だからちょっとね、どん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 その気になってきて、ちょっと割とね、なんか生意気ですけども、テーマを決めたりとかね、こういうのが引きがあるんじゃないかなとか、そういうのを考えたりするようになってきたんですよね。これはユーチューバーの状態ですね。いや、もうね、僕ね、ユーチューバーになりたいなと去年の暮れには思いましたよ。だからだってユーチューブでね、広告収入というのがあって、結構長く入ってくるんですよ。で、それだけだったらまあ生活できないぐらいなんですけども、その YouTube を見た人が仕事をくださるんですね。例えばキャンプのイベントとか、キャンプを絡めた CM とか、キャンプを絡めたテレビ番組とか。だから僕月の半分ぐらいキャンプを毎回やってるんですよね、最近。だからプライベートキャンプの数が減ってきてるんですね。ビジネスキャンプばっかり。前は仕事以外は山にいることが多かったんですけども、今もう仕事も山が多いんで、山山山山山、仕事山山山山っていう、ほとんど山
まにいますね。だから僕のこと暇だと思ってるかもしれませんけど、結構忙しくしてるんですよ。いろんなところに行って、はい、なんで半笑いなんだよ。夫婦じゃないよ。ちなみに一番好きなキャンプ場とかありますか？キャンプ場ね、だから本当に一番おすすめのとこは言わないですよね。なぜならいろんな人が来てほしくないから。そうですね、はい、ただ都内から割と近い滝沢園っていうねキャンプ場があるんですけど、僕はそこが好きですね。滝沢園、はい、神奈川です。車でね大体1時間半ぐらいで着くんですけども、まあ距離も近いというのと、そんな近いのに結構な自然があると。あと直火といって直接焚き火をしてるんですね、地面の上で。それができるキャンプ場が少なくて、それができるキャンプ場、数少ないキャンプ場の一つがその滝沢園っていうところなんで、ちょっとこう思い立った途端行くときはそこに行きますね。どういうルートで行くんですか？車で高速で秦野インターで降りてうーっと行くとで1時間ちょいくらい、うん、都内からですね、うん、なかなか一人キャンプをするっていうのは他の人は意外と想像がつかないものだと思うんです。ただそのなんかね、最近アニメでゆるキャンっていうのがね流行ってるみたいで。アニメで、はい、それが僕見たことがないんですけども、女子高生の方がね一人でソロキャンプをするっていうねアニメらしくて、それがなんかどうも熱いらしくて、それを真似してキャンプを始めたっていう人が結構いるみたいですよ。じゃあ初めて一人キャンプをする方もどんどん増えてるんじゃないかなと思いますね。はい、初めて一人キャンプをする方に対して何かアドバイスみたいなものはありますか？最初ねやっぱり、もともと興味がないとね一人でキャンプ行こうとは思わないでしょうけども、やっぱ興味があっても最初多少怖いんですよね。テントの中で闇の中一人でいるとね、ガサガサっていうやっぱ音がしたりとかするとやっぱ怖いんですけども、そこを乗り越えるとね素晴らしい世界が待ってますのでね。意外と危険なことっていうのはないと思います。そこまでだから、もちろんねその北海道とかね、なんかクマが出るようなとことかで行ったら、ね、それ危険でしょうけども、管理されたキャンプ場の中でねテントあるのは別にそこまで危険なことはないんじゃないかなと僕は思ってますけど。なるほど。 Vives esperando procurando um trevo no meu jardim Quatro folhinhas nascidas ao léu Me levariam pertinho do céu Feliz eu seria e o trevo faria Que ela voltasse pra mim Vivo esperando e procurando Um trevo no meu jardim Vivo esperando e procurando Um trevo no meu jardim Quatro folhinhas nascidas ao léu Me levariam pertinho do céu Feliz eu seria e o trevo faria Que ela voltasse pra mim Vivo esperando e procurando Um trevo no meu jardim La yara la ya, yara la la三菱自動車ピートの不思議なガレージ。舗装された道、砂利道、雪道、ぬかるんだ道、ドライバーが意のままに路面の状況を感じ取れたら、その車の走りはもっと自由なものになるだろう。それを目指したのが三菱独自の四輪制御技術、スーパーオールホイールコントロール。さあ初めての道を行け。三菱エクリプスクロスで検索。車の買い替えで迷っている皆さん、三菱 EK プラスエディションなら、あ、リアスピーカーがついた。音の臨場感がぐっと高まるんだよな。ステアリングオーディオリモコンもついた。オーディオ操作も楽々ね。で、お値段は？嘘！変わってない！さらにハイスペックナビもプレゼント。もう迷わない、道にも迷わない。三菱 EK プラスエディションはリアスピーカーとステアリングオーディオリモコンがついてお値段そのまま、さらにハイスペックナビまでプレゼント、安全装備もついてる。もう迷わな EK。 詳しくは三菱のお店で。お、かわいい猫が歩いてるぞ。こっちにおいで。
ああ、よしよし。ああ、こいつ、いつもうちの庭に入ってくる猫じゃないか。市役所で捕まえてよ。市役所は野良猫の駆除も引き取りもしていません。もしも野良猫被害に遭われているなら、猫侵入防止装置を無料でお貸しします。ただか、いいね。今度それを借りて撃退してやるわ。うっせえな、ババア。ちょっとあんた、今ババアって言ったでしょ。確かにババアだけど、ババアとは言ってないっす。じゃあ誰よ。俺だよ、俺。俺って他には誰も。目の前の猫だよ。あー、猫が喋った。あ、隣のおばちゃんがピートの声を聞いて気絶した。ああ、ピートが屋根裏で DJ をやりたいって言うからさ、さっきスーパー都合のいい装置をつけて人間の言葉を喋れるようにしてやったんだよ。ああ、でもな、マリア、ピートの装置を取り上げてくれ。ピート、こっちにいらっしゃい。なんだよマリア。ほら。うわあ、持ち上げるな。せっかく久しぶりに人間の言葉が喋れるようになったのに。装置を外すなよ。やめろ、やめろ。あのおばちゃんはどうする？水でもぶっかけとけばすぐに息を吹き返すだろう。うわあ、何すんなよ。博士の言う通り、水をぶっかけたら息を吹き返した。桜の花が一度に落ちるわ、猫は喋るわ、やっぱりこの屋敷おかしいわ。確かに私たちの手には負えないから、一旦退却して出直しましょう。今に秘密を暴いてやる、覚えてろ。あの、今3人組が覚えてろとか言いながら帰っていきましたよ。せっかくパーティーで町の人たちと仲良くなったのに、あの3人だけ完全に敵に回しちゃったみたいね。一人仲間に抱き込んじゃえばどうにでもできるんだ。誰を仲間にするか決めたんですか？そこなんだよな。それはまだ決めかねているんだ。総選挙の結果を見てからにしよう。というわけで、リスナーの皆さんによる山猫冒険団診断員の総選挙を実施中です。あの3人のうち誰を仲間にすべきか、番組ホームページ上の投票ボタンを通じてあなたも投票してください。ホームページには3人の選挙演説のアニメがアップしてあります。投票してくれた人の中から抽選で毎週100名に今日のパーティーでみんながつけていた山猫冒険団の缶バッジをプレゼントします。100人なんてすごいですね。博士、一つ問題が。なんだ新一、心配するな。あの3人ならなんとかするって。あ、いや、そうじゃなくて、今日のパーティーのお客さんが全員山猫冒険団のことを山豚冒険団だと思ってます。高橋みなみさん、あなたも山豚冒険団ですか？そういうひろしさんも山豚冒険団だから、豚じゃなくて山猫だって言ってるでしょうが。三菱自動車ピートの不思議なガレージ、このお話はドライブ・ユア・アンビション三菱自動車がお送りしました。